これ何？あ、え、これなんで買ったの？何にね、これさ、私がさ、絶対に断固としてさ、買わなかったものなんだよね。え、その後なんか、どうしても欲しすぎるって言ってたから。甘くない？え、いいの渡して。どうしよう、どういう約束で渡すの？いや、まだ、かろうじて。あ、リュウくん品切れだったの。ママとパパね、あなたが、何でもかんでもそうやって欲しいものが手に入るこの世界線に呼ばれてしまったことが、もう心配。いいコポイントを貯めたらあげると思います。あ、そうしよう。今日、このプレゼントが欲しいのであれば、今日一日ママが今から言うこと、全部守れて、ちゃんとお風呂も入って、歯磨きも全部自分でやってて、できたら、寝る前にこれあげていいよ。できるそうです。これ何かだっていうと、みんなには見せるわ。じゃあ一回見てて。じゃあ、あ、朝歯磨きしてなかった。やば、歯磨きしてなかった。朝の分の歯磨き、今日夕方5時にしようとします。僕だ。あ、はい、ということで今日一日ポンスミッションクリア、頑張ってください。動画撮っていくんでね。レディーゴー。じゃあちょっと行く。どうもポンスです。はい、ミッション待て2つ目。どうもルイージです。あ、ルイージなんですね。今日はルイージで行くんですね。はい、ルイージさん、じゃあ今日は例のね、やばいおもちゃを手に入れるためにお風呂掃除やっていただきましょう。はい、それではどうぞ。お風呂掃除にはどれを使うんですか？ん？お風呂掃除にはどれを使うんですか？お風呂掃除にはどれを使うか、いい質問ですね。まず蓋を開けてくださいね。ドアを開けてください。そして入りますね。そうするとこちらにこれがかかってます。これを取ってください。そして浴槽全体にシュッ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 という風にやっていきます。そう、上手。いいよ、上手。あっちの方、奥の方も頑張って。手を伸ばして曲げて、そう、ちょっと中の方、そう、 OK。 はい、そしたら、うん、これを使って、住んでる人、はい、住んでる人ですか？はい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 、そう、ゴシ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 やってってください。あー、来たね来たね。はい、こんにちは。お風呂掃除ゴシゴシして。はいはい、全然ゴシゴシしないよ。全然ゴシゴシしないよ。疲れる、うん、頑張って、ちょっと掃除しといて。あれ、もう一人住んでる？わかんない、わかんないけど、ずっといるわ。できた？じゃあそしたらお湯、シャワーを取って、シャワー取ってで、向こうで、出して、そう、 OK、 いい感じだな。そしたら、うん、流せたらお湯止めるでしょ、うん、で、シャワーをこっち戻すでしょ。ミッションクリア。はい、1回ミッションクリア、1個ミッションクリアです。これはまだ5ミッションまでクリアしないともらえないから、まず1ミッションは OK。 はい、次行きましょう。はい、もう思いついちゃった。ママ今ママがやろうとしたことは、次は掃除機です。はい、掃除機お願いします。それじゃあ、早っ、いつもだって、やだ、スマブラやるとか言ってスマブラやってますけど、今日必死に取れないね。グーって上にグンって引っ張ってくるもんね。で、分かってるって。お、いいよ。ちゃんとホコリがあるところよく見て、どこにゴミあるかなって見て、ちゃんと掃除して。あった。はい、吸って。お、いいね。はい、こっちも。広く見て。視野を広げて。ここにもあります。ドアのここ。いいよ。あ、いいね。うまい。うまい。はい、ここ。
ここの絨毯ね、ここ。ここ汚いよ。そういう、そういうか。わーね、はけてる。ネクタイおじさんです。オッケーじゃない？いいんじゃない？あ、福丸もやってくれんの？福丸もやってくれんの？はい、どうぞ、やってください。ママ手伝って。え？ママ手伝ってほしいだって。いや、じゃあはい、次の どうしようかな、ちょっと待ってね。お勉強タイムにします。お勉強しましょう。お勉強タイム頑張って。でもさ、お勉強タイム頑張ってないとできないよ。あの、思ってもらえないよ。パパからも。どういうこと？お勉強タイムどうしよっかな。え、どういうこと？お勉強どうやってやるの？お勉強どうやってやるかママがちょっと。あ、これいいね。11月のやつがあるから、じゃあこの幼稚園でもらったやつやってみようか。はい、じゃあここからどうぞ。の、はい、ひらがなを読んで。かぜかな、で、かずめたい、かぜですね。かぜが、そう、ひゆるきがやつてきよたゆよ、よですか。よ、あきがやってきたよ。はつぱ、うん、ぱ、合ってる。ぱ、ぱ、はっぱ、はつ、ちっちゃいつは発音しない。はっぱ、そう、はっぱわ、あ、違う、惜しい。わ、わ、そう、わおんのわ、わおんのび。ちょっと面白い。わおんのび。見て、見て、こ、ご、そう、ら、うん、うん、そう、ご覧、ご覧、ご覧くださいみたい。そう、ご覧ください、見てご覧、ご覧って、見てご覧って、見てみてってこと。見てご覧、ご覧、そう、はい、最後の一文、ここはどんな色がから、そうです。すごい、ちゃんと読めたね。これは読まない。じゃあここにシールがあるから、シール切って、うん、ここにこう見て、お手本がこれね、うん、帽子の柄をこうやって葉っぱの葉っぱをこうやって貼って好きな帽子を作ってください。うん、じゃあかわいいやつにしようか、うん、ママみたいな、もう、あ、ママに似合う帽子にしてほしいな。じゃあありがとうね。そしてパパは、うん、あの、これパパ、それ、うん、これ、これ誰？これママ。ママ、これは福丸、うん、これは、うん、お兄、お兄ちゃん、ユウ、うん、あなたね。これは誰？これね、としみつ。としみつ、こことしみつ来た。としみつ来た。次はこれ、これてつや。てつや、いいね。これ夢丸。これ夢丸。おお、いいじゃん。これリサ。あ、これリサ。急にリサ。最後はこれ。マスダ。マスダ。プロラグビー選手ね。できたー。よかった。みんな仲良し帽子ってことでできました。次はこのひらがな練習ノートっていうのがあったから、これ。ポース、お勉強だよ。いい？ひらがなってわかるでしょ？今読んだやつね。あいうえおとかのやつ。今度は読めるじゃん、もう。なんか今度書けるようになったらさ、お名前とか書けたらさ、すごいいいじゃん。だからその練習しよう。書ける？うん、わかる。これなんて読む？へ。ピンポーン。これへって読む。見てて。うん。もうね、持ち方がね、ちょっと違う。変な持ち方はね。え、キムタクハンバーグ持ち？キムタクハンバーグ持ちじゃんこれ。キムタクハンバーグ持ちになっちゃってる。CM の。でと、書き順がここに書いてあるから、どういう風に書くのか。1番、1、2って書くってことね。うん、
からこれ真似して、はい、ここになぞってるようにして書いて。おいいじゃん、はい、すごい。あれ脱線した。オッケーオッケーオッケー、いいよ。今度さ、こっちのさ、何も書いてないとこに書ける。無理。書いてごらん。無理。無理じゃなくてやってみよう。うん、わかった。うん。できた。え、うん、うん、これへ、え、ちょっと待って待って。うん、これへ、あ、へだった。これ多分天才だわ。4マスにへを書いてくれてるんだから。4マスにへを書いてくれて、すごい。これ一マスずつへを書いてくれたんだね。そういうことね。すごいね。そういうことだったか。捉え方がすごいね。あー、カクンって、はい、ここに書いてごらん。せーの、へ、カクン。おー、いい、上手、はい、上手。もう一回、カクン。そう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 、はい、これはカクン。あー、すごい。ひらがなお勉強を一回終わりにしよっか。うん、はい、じゃあおしまいです。こっからもう30分はあえてカメラ止めるんで、こっから30分ぐらい含まると一緒に仲良く遊んでてね。それが次のミッションだよ、わかった？うんうん、はい、じゃあ一回切ります。ポンさん、あれからちょっと疲れちゃってね、ママがあの動画撮ってる間静かに福丸と二人で遊んでてねっていうね、お約束をちゃんと守ってで、ちゃんとできました。今日あとお風呂に入ったらおもちゃがもらえます。はい、ということでお風呂を上がりまして、ポンさん今日一日いろいろねクリアできたのではないかなと私は思います。ポンスはね、最近すごく調子に乗っていることが多いので、ね、お家だとね、多分ね、幼稚園とかではすっごい友達とうまくやってるタイプだと思うんだけど、てか送りに行った時とかに結構ね、え、あんな感じなんだって思う大人っぽさがあって、もう家だと全然違うから、私結構怒ることも最近は多いんですけれども、こうやってなんかね、目の前にある目標をちゃんとクリアして物がもらえるよって、そういうね環境をちゃんと作っていかないと、すごい私の中で心配してることが多いんですよ。私もうーくんもね、もっと泥臭く頑張んなきゃ欲しいものは手に入んねえぞっていうね、そういうところもね、あの今後もちゃんと教えていきたいなと思っております。柴竹でございます。今からママがにおもちゃを持ってきます。じゃあ目つぶってます。目つぶって待っててください。はい、それではどこだ、ポンスくん目を開けてください。どうぞ。え、どこにあった？それフリルンでしょ、うん、女の子、かわいい女の子、かわいいね。え、それ嬉しいってこと？ね、嬉しい反応？ふざけて嬉しいってこと、うん、あ、ふざけて嬉しいの、それ。嬉しいっていう感情をストレートに言わずに、いや、それ女の子、いや、これなんとかっていうので嬉しいってこと？パパとママに何て言うんですか？ありがとう。でもこれ、なんでもない日にこういうおもちゃもらっていいのかしら？ダメだけど、でももう、もらっちゃったからもうありがとうで受け取ってください。ありがとうで受け取ってる、ママも受け取ってる、そしてママも受け取ってる。 OK、 いいよ。